先日、国内最大級の都市型音楽イベント、サマーソニックに出演し、注目を集めたナンバーアンダーバー・アイ、アイドルを執事とする彼らがヒップホップのアーティストとして進化を遂げていくよう追ってきた批評家の伏見俊さんは、17日に千葉で開催されたサマーソニックでのパフォーマンスを目の当たりにして、今の彼らにしか生み出せない文化が、確実にあると感じたという。 写真ナンバーアンダーバー I のサマーソニックでの熱いパフォーマンススピッツロン分裂するポップミュージックの著者で国内外の幅広い音楽の動向を分かりやすく伝える YouTube チャンネルテケシュン音楽情報のシュンとしても活動する伏見シュンさんに当日のステージの様子とともにナンバーアンダーバー I にしか生み出せないものについて綴ってもらった最大限の力が発揮された全9曲 8月17日11時、QVC 千葉マリンスタジアムは、摂氏30度台後半に届いた気温の中、直射日光を受けて佇んでいた。体力と水分を消耗する過酷な環境の中、サマーソニックマリンステージに初めて立つナンバーアンダーバー・アイの姿を目撃しようと、多くの人が集まった。MC、殺ッのアナウンスに続いて現れた3人は、 多くの後期待と好奇の視線をすべて納得させるかのように気合と気概にあふれたパフォーマンスを披露した結論として彼らは最大限の力を発揮したと言えるその様子と熱量を伝えるには披露した9曲べてについて一つ一つ語らなくてはいけないだろう冒頭デビュー曲「ゴートの前へ前へと迫り来るかのごとく